の時間にできたかなって思います。カラオケ配信ちょっとね、今日楽器持ってくるの忘れちゃったんですけど、レッスンもあって、カラオケ配信してみたくて、どうやってやるんだろうって、さっきちょっと 分からなかったです。お、石高さん、このぐらいの時間が良いです。そうです。今日もちょうどこの時間帯にいろいろレッスンもあって、ちょうど終わって配信したいなと思ったので、よかったです。紳士な羊さん、こんにちは。じゃない、こんばんはだ。高間川さん、ツイッター見て面白くて見に来ました。どんなことポストしたんだろう。最近、カリカラプレイリスト、全然遅れてない気がするな。ファンテさん、初見です。こんにちは。19期研究生の奥本かえりです。お、ゆきぴさん、初めてちゃんと見れる、嬉しい。やったー。富岳さん、いい時間帯。よかった。ちょっとだけ遅れちゃったけど、レッスンも伸びちゃって申し訳ないです。ちょっと今日ね、カラオケ配信をしてみたくて、「春が来るまで」とか歌いたいなと思ったんですけど、どうやってやるか分かんなくて、今結局いつも通りの配信始めちゃいました。いのりんさん、かえりんって本名、かえりって本名、本名です。カタカナまでです。しのすけさん、お仕事終わった、帰宅した、お疲れ様です。わ、しのすけさん2人いる。ひらがな、かえり、今日もかわいいよ。ひら、ありがとうございます。今日はちょっとヒップホップみたいな服。吉高さん、全然話違うけど、雷平気。雷、そう、なんかめっちゃ最近ボーボー言ってますよね。怖い。なんか、神秘的な感じもして、怖いけど。コモロックさんだ。今日初めて落ち着いて見れる。よかったです。マロッカユキさん、大阪ツアーで初めてパフォーマンス見れて嬉しかった。こちらこそ。たくさんの方々の前でパフォーマンスすることができて嬉しかったです。高間真川さん、あれか、さっきの使う。幸せダンスとか文章の端々にユーモアがあって面白い。ありがとうございます。幸せダンス、誰もじゃない、気づいてくれて嬉しかったです。今日は梅の気分、初見です。お、こんにちは。あ、こんばんは。中継機研究室の奥本かえりです。お、ゆきぴさん、なんか生きがいってやつくれた、ありがとうございます。なんかギフトだっけ、それすら名前忘れてしまってるけど、なんか読むんですよ確か。たぬきのこさん、ギリギリこんにちはの時間、もう遅い、もうこんばんはですよ。でもどうなんだろう。志保さんだ、こんにちは。あ、じゃあ、誰だ、こんばんは。今日も実は、なんか、台？あれか、スマホの、スタンドだ、スタンド忘れちゃって、そこら辺にあるガムテープを積み上げて今、やってます。ガムテープ、でもなんか、真ん中穴開いてるじゃないですか。そこに、私のスマホですごい大きいんですけど、それを利用して 埋め込んではめてます、今。友野さん、ダンス自分で上手くなった感覚ある？まだまだだと思ってます、私は。もっともっと成長しないとなって。
まだ明るいからこんにちは。でも雪、あ、まあ確かに夏ですし、だいぶねおっちょこちょいさん、初見さん、こんばんは。こんばんは。地球研究生の熊本かえりです。ふもろくさん、夜ご飯は帰ってから食べるの？夜ご飯ね、帰ってから食べようかなと思ってます。またね、そんな話してたらお腹空いちゃうんだけど。ふみさん、ガムテープわら。なんか毎回何かと周りのものかき集めてやってる。私はそろそろちゃんとね、スタンドを持ってこいって話なんですけど、なぜかよし準備 OK と思って着いてから気づくんですよ、一番重要なものに。ゆうまさん、かいちゃんのメール好きです。嬉しい。でもね、ちょっと時間間に合わなかったり、いろいろあって遅れてないので、またご飯系のお話もいっぱいのけたいです。プラメって動画って確かダメですけどね、なんか写真だけですよね。ジロリンさん、アメシの時より落ち着いてるね。なんかそうなんですよ、一人になってこうやって喋ってる時の方が私自身も落ち着いて喋れてるんだろうなっていう感覚があります。なんかね、MC になると興奮は違うや、なんかすごいすごい、あー穴に落ちた、すごいドキドキしちゃうっていうか、ハキハキちゃんと言わないとみたいになっちゃってドキドキします。おうちゃんさん、今日は座って配信できてますか？あ、もちろんできてます。ちゃんと椅子が今あって、しかも今日はね、充電フルではないですけどほとんどあるので、なんか前回の配信で、じゃあ穴が入って、ダメだ、よいしょそう、なんか前回のショールーム配信やらせていただいた時に、充電がスマホの充電がなくて、でまたそのなんか本とかそういうのを積み上げてやってるわけだから、スマホがこう直で当たるわけですよ。ってことは充電さしながらできないんですけど、刺すためにはスマホを横にして、何？あ、刺さない、やらないと刺しながら配信できないっていう状況なんですけど、そうなるとなんか映らなくなっちゃうんです、私の顔がこう、なんかここなっちゃう。だから充電しながらやりたいけど顔が映らないからってことで、その椅子をどかしてね、しゃがみながら配信しました。しゃがみ配信初めてやりました。ふみさん、とりあえずスマホが立てられてるなら OK。 そうですよ、いいんですよ、できてたら。ハッピーさん、押してもいいですか？おい、そんな押してくれたらめっちゃ嬉しいです。ノーネームさん、初見さん、こんばんは。こんばんは。中級危険形成の奥本かえりです。燃えるゴミゴミの人、かえりからバディリスト楽しみにチェックしてます。嬉しいです。メタルとか多いかもしれないんですけど、まーこさん、初見さん、こんばんは。 AKB48 19期研究生のかえりこと熊本かえりです。幸平さん、
確かにこう MC は急いで喋る感が否めないが、それも良き。なんかやっぱそうですよ。かなんだっけ、なんだっけな、そう、私その毎回あれを言うんですけど、曲紹介というか何々何々言うんですけど、早いですよね、あれ絶対に。ハッピーさん、おいくつですか？今17歳の高校3年生です。ちょうど夏休みなのでね、配信もいっぱいできるなと思って、ぜひともやろうと思いました。うなさん、初見です。こんばんは、ありがとうございます。土踏みさん、初見です、ありがとうございます。重慶期研究生の福本かえりです。じゃじゃんの人です。あとね、前回の配信時間を初めて決めないでやってみて永遠に終われなかったので、今日はちょっとね、おすすめの配信ということもあってあれです、8時まで。ふともさん、ガムテだからか若干男持ってるかも。あら、ちょっと大きい声で喋ようかな。ゆきさん、かいちゃんの歌声可愛くて好き。春が来るまでがだんだんと自分のものにできているような、嬉しい。私もね、ただいま練習公演では本当なんかその全部いい曲だなと思うんですけど、やっぱ春が来るまでが好きです。そもそも衣装がお花で可愛いなっていうのもあって。ジムジムさん、大森さん、こんばんは。ハッピーさん、推しサイリウムは何色ですか？私は水色と青色です。寒色系カラーがほんと好きで。ジェルリンさん、カイちゃんのロマンスかくれんぼが大好物、嬉しいです。ロマンスかくれんぼ私もいい曲だなって。パタパッパッパタピーさん、小6女子です。ピアアリーナ行ってやった、ある子に来ました、大応援してます。うわー、ありがとうございます。ピアアリーナ懐かしいな。階段とかそう移動が多かったんですけど、周りに合わなくてたくさんの方に応援していただいたなっていう記憶があります。全力疾走ブンブン。お、ハマーさん、大阪で何か美味しいもの食べれた？食べれました。何食べたっけ？お米の身焼きを、その、当日のツアーの日の夕飯でいただいて、黄色いハンカチという、本当に美味しかったです。サチヘイさん、MC とかは自然と慣れていくから大丈夫だよ。お、優しい。ありがとうございます。とにかく落ち着いて喋ることが大切なんだろうなって思います。西さん、おととい初めて19期の公演に行きました、ありがとうございます。なんで今手振ったんだろう、ありがとうございますだ普通。千尋さん、中濃ソース、あ、懐かしい。それ何食べたいかっていうので話して、普通なんかお好み焼き、たこ焼き食べたいって言うんですけど、なんか中濃ソースって出ちゃったんです。でも普通に中濃ソースって美味しいですね。焼きそばとかも結構多めにかけちゃいます。小野哲さん、公演の時に目の前にファンの人がいたら緊張しちゃうタイプですか、嬉しいタイプですか。どうだろう、緊張はまあするけど嬉しい気持ちの方が多いです。ずっと多分手振ったりしてます。例えばビンゴとかでめっちゃ一緒にやります。私はちなみにアカペラと歌で、
カペラ配信とかカラオケでちゃんとなんか流せるのかわからないけど、皆さん流すんだったらどっちがいいとかありますかね。ダニーメッサーさん、初見です、こんばんは、ありがとうございます。受験期研究生の奥本かえりです。長谷川さん、はじめまして。ゆきぴさん、大阪公演のこの涙を君に捧ぐ、よかった、ありがとうございます。私もすごくこの曲好きなので、好きになったのでいいなって思います。この涙を、振りもいいですよ。しかももともとね、アニメというかあれもあって、おーちゃんさん、大阪は豚まんいいよね。あ、551ホーラー行きました。お土産買ってシューマイと肉まん買いました。今日も朝食べてきました。冷凍のやつ買ったので。マリモさん、大阪でグリコの看板見れましたか。見れなかったんですよ。ゆうさん、目玉焼きは中濃ソース、あー、なんかそれも聞いたことあります。でもなんか中濃ソース大好きなんですけど、大好きとか言ってきながら、目玉焼きは絶対にケチャップです、私は。中濃ソース食べたことないかも。八谷さん、こんばんは。こんばんは。みこさん、ウィークください。マタタさん、奥本は標準語使ってるけどどこ出身なん。私、奥本は東京都出身でございます。マタさん、こんばんは。あと、ショコラさん、お、ショケさん、こんばんは。 JT 期研究生の奥本海です。ガトーショコラ食べたくなってきた。モルクさん、朝ごはんは毎日食べますか。なんかね、お腹もすくことがなくて、朝はなぜか食べない時がほとんどかもしれないんです、特に学校ある日とかは。けど稀に早起きしたのにめっちゃ食べたいなって日もあって、なんかめっちゃランダムですね、あんま決まってないというか。ソフトグリーンさん、目玉焼きは塩コショウです。あー、それも美味しい。コショウもいいですよね、塩とか。桃太郎さん、初見です、ありがとうございます。受験期研究生の奥本海です。そう、東京出身なんですよ。なんか違うところ出身だと思いましたか。待って、あたいは目玉焼き醤油派。醤油も美味しいですよね。あ、パンをパンを食べるときはすごい強かったのよ。パン食べるときはケチャップなんですけど、なんかお米と食べたいなって日は絶対醤油とか塩コショウです。目玉焼きはお酢派。お酢って初めて聞いた。お酢も美味しいんだ、気になるな。あ、かえんちゃんはゆでは固め、ゆで卵は固め、半熟派。絶対に半熟です。私結構卵とかも半熟が好きです。慎吾慎吾さん、学校でお腹空かないのめっちゃ空きます。でも朝食べてないからかな。でもなんか朝食べるべき時間帯に空かなくて、謎のなんか例えば2時間目とか3軒目とかそういう時にお腹空いてきちゃうですよ。お菓子だからいつも持ち歩いてます。ひでちゃんさん、ZY さん、初見さんだ、こんばんは。19期研究生の奥本かえりです。 T さん、研究生の皆さん、暑いけど頑張ってください、ありがとうございます。
でもね、本当になんでこんな最近暑いんだってぐらい暑いですよね。卵焼き甘いの好き。なんだろう、基本シンプルが好きで、デフォはシンプル、なんかほんとなんか出汁だけみたいな、そうシンプルなのが好きなんですけど、たまにちょっとなんか違うの食べたいなっていう日があると思って、あると思うんですけど、そういう時は絶対なんかちょっとだけなんか甘いの食べたいです。ジェルギンさん面白い、パーン、なんかそう文字で表現するだって面白いですよね、日本語。焼きそばに目玉焼きのせる。めっちゃお腹空いてる時だけ、なんで黙ったの今、めっちゃお腹空いてる時だけ目玉焼きのせてます私。でポン酢もあるんだ。真摯な羊さん、朝ごはんを毎日ちゃんと食べてる人の方が長生きできるらしいから、カレンちゃんも朝ごはん食べて食べます、長生きしたい。いや私よくなんか長生きしそうって周りの友達とかに言われること多いんですよ。ふがくさん、昔からアイドルになりたかったの。なんか、めっちゃ長、うん？どこか言おうかな。もともと、その、ドラマとか映画を見ることが本当に好きで、女優さんを目指してた時があったんですけど、だから女優さんとして川栄李奈さんが本当に尊敬してて、可愛くて演技も上手くて、と思って。それこそ3年A組とかいう作品がとても好きだったんですけど、そこです。で、なんか川栄李奈さんについてどんな方なのかなと思っていろいろ見てた時に、もともと AKB48 だったっていうのをそこで知って、あ、 AKB48 といえば私はなんか昔ヘビーロテとかはよくなんか聞いて踊ってたので、家で小さい頃にそれくらいキャッチーな音楽だったり好きな音楽もちょっとあったので、そしたらなんか同じ表現者としてアイドルとしてもなんかやってみたいっていう挑戦してみたいなと思って、いうそういう経緯があります。わかるかな？すごい伝え方がおかしいかもしれない。あ、吉高さん、好きな食べ物は何ですか？馬刺しです。馬刺し。馬刺し最近食べてないな。食べたいかも。おほちゃんさん、今19時25分ね。ありがとうございます。今日は縦構えで行ってるから、時間見れます。優しい。ファイナリーさんだ。かんちゃんこんばんは。こんばんは。かいちゃん嬉しい。ハッピーさん、お疲れ様です。ありがとうございます。おぶりるいかもよしちゃんさん、AKB 入りという方ね、本当に良かったです。なんだろう、今こう AKB48 として活動してることが本当に楽しくて、しかも加入してだからさらに AKB48 がもっと好きになったのでいいなって、もう知らない方にこの良さを知っていただきたいぐらいです。いいんだぞと。だってさ、ミュージシャンも目指してほしいな。それこそなんかバンドとかもやってみたいです、普通に。音楽がもう好きなのですごい。好きなことが多いかも。ドラマとか、私結構サスペンスとか、そういう、なんか、映画とかも好きなんですけど、そういうのもやってみたいなと思うし、年相応の役だったりとかも。普段なんか日常生活で体験しない、おはい。とか、おいや、何言ってんだ、でもなんかそういう
役とかもやってみたいし、あとミュージシャンで言ったらそういう企画なかなんかでメタルやってみたいです。ゆうまさん、熊本さんの馬刺しがうまいから送ったけど、ダメ、食べたい食べたい。お、撮影さん、いろいろ警備に入ってきてくれてありがとうだよ。嬉しいです。そんななんか、よく握手会だったりとか、オンラインお話し会で、私に対して、入ってきてくれてありがとうって言ってくださるのも本当に嬉しくて、もう逆にこちらこそ、入った私を、こうなんかそう迎えてくれてというか、本当にありがたいんです、私こそです。なんかね、さっき読んだっけな、カラオケ配信しないのみたいな言ってた人がいたんですけど、やりたいんですけど、いつどのぐらいにやろうかなみたいな迷ってます。お、マキマキさん、田口真中さんがカイリちゃん愛おしいと言ってました。キラキラ、嬉しい。あ、細出ちゃった。嬉しい、真中さん大好き。なんかね、話してみたいなって思って、仲良くしてみたいなと思って、自分から話しかけてみようと思ってから、めっちゃもう話したい欲がもっともっと出てきました。本当に可愛くて、なんかトークとかもしてて楽しかった。それこそこの前、僕の太陽公演の時に前菜をやらせていただいて、 MC は一緒にやったんですけど、楽しかった楽しかったです。江川さん、ガイリちゃんギターボーカルだね。私ギターボーカルやってますね、普通に部活では。ガイリちゃんは毎朝パン食えながら星になってる、なんだろう、食べながら走って投稿するイメージだったわ。食えながらかな、私、なんだろう、あるよね、なんか、あ、危ないみたいなやつ。私だったらフランスパン食べようかな。フランスパン食べながら走ってみたい。ちょっとエレキギターの話になるんですけど、本当にまだまだなので、ぜひなんか、いろいろな、本当に上手くなりたくて、こういう技があるんだよとか、そういう知識も知りたいです。ガムテープって難しいな。あおーちゃんさん、かいちゃんはアイドルはもちろんと歌と演技の両方も見たい。嬉しい。演技もやりたいですね。あ、ソフトクリーンさん、やっぱり光る花を感じる。ピカーン。ハッピーさん、おしゃべり会で話してみたい。ぜひお話ししたいです。こうやって話すのが楽しい。のんちゃん、しょっちゅう愛おしい聞いてる、モバビーバースの配信で嬉しい。最近そうだ、なんかのんちゃんさんの方から話しかけていただくことも増えて、本当に嬉しいんですよ、本当に可愛いし、私多分つい今日かな、朝に投稿したんですけど、 X でのんちゃんさんとのツーショットをね、撮りましょうとか、なんかまだ話しかけてくれて、撮りましょうって言ったら、いいよって言ってくれて、もうそれだけで嬉しいのに、なんかこう、顔をこうね、やってくれたのも本当嬉しかったんですよ。ドキドキしてました。かわいい。
お、ハッピーさん、言える範囲でいいのですが、名前の由来ってどんな感じですか？確か、なんか海の距離を測るってやつで、1海里、2海里とか、そういうのもあったのと、カタカナのが書きやすいからだったっけ、なんか、だったらしいです。あとなんか、画数で、この画数だと運がいいよみたいなのがあって、カタカナの方が良かったらしいです。おーちゃんさん、あ、ありがとうございます。お話し会がただいま受付中。お、なんだな、なんだな、なんと今お話し会がただいま受付中なので、ぜひ気になってくださった方はよくお話ししましょう。何着るか言ってましたっけ。私三つ編みやろうか迷ってるぐらいですけどね。モリリンさん、フランスパンさっき何かフランスパン食べて走り回るよ。私はパン食べて走るのってアニメの世界でしかないね。確かに遅刻遅刻はですよね。さちえさん、僕はキャラ付けでフランスパンを毎日カバンに、また星が、なんだ仕込んでる高校生だった。そんなことあるんだ。え、面白い。普通にカバンを開けたらフランスパンが出てくるんですよ。カバン開けてフランスパン、面白い。お、ナラブさんがありがとうございます。あの、ギガじゃない、あれだ、もうダメだ、あのね、ギフトだ。こういう時になんて言うんだっけ。あ、また来てくれた。東京 WR さん、こんばんは。ギガじゃないか。ふみさん、今週末も話変わるから楽しみ。そう、めっちゃ楽しみです。ウエイさん、初見さん、こんばんは。19期研究生の中畑です。メタル好きと聞いて見に来ました。メタル、そうですね、もうめっちゃ詳しいのって言われたら、すごい自信はないんですけど、全部帰りからプレイリストにも載っけて、うん、As a I dying 絶対違う。でもなんかハマってるんです、最近曲も良くて。あとダーニングプールさんってメタルなのかな、の曲はいっぱい好きです。 Years Away だっけも好きですし、あとやっぱなんだっけな、ダーニングプールさんを知った曲が Bodies って曲です。フローが好きですよ。リスボとかシャウトとかできたらかっこいい。タックさん、ギターソロの耳コピしまくると上手くなるよ。ピアノは耳コピでやってたんですけど、今まで。ギターはね、耳コピまだあんまやったことない。え、難しそうだけど楽しそう。タイピングでしたっけ、それはパソコンか。タッピングだっけ、あれわかんないな。最近頑張ってます。あの、最近っていうかちょっと前に挑戦してみました。こういうね、ドゥ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 ってやつ、手映ってないか。シンゴさん、劇場でショートしてください。え、春来るまででショートやろうかな。カジェラーさん、初見です、こんばんは。トルコの人、こんばんは。遊びに来たの。ヌーってあれじゃん、私が今日あの X でやったやつですよね。あれなんかヌーでやったつもりがヌーだったんですよ。あ、カズヤさん、あさって誕生日なので、カイちゃんにお願いします。うれしいです。カズヤさん、アットマーク、ハチマキの人さん、誕生日おめでとうございます。いつも青いハチマキつけてくださってるの見てます。お、タクさん、ギターは何使ってますか？私はスタロ、ストラトです。ヤマハパシフィカの。
いろいろ種類あってね、いろいろなやっぱ音も変わるので挑戦してみたいんですけど、お金持ちになったらいろいろ買いたい。ジェロリンさん、いろんなジャンルの音楽聴くの本当聞きます。ジャズはまだ聞いたことあんまりないんですけど、ボカロとかアニソンだったりとか、邦楽、洋楽、メタルとか、あとなんだろう、ラップ、ヒップホップも好きです。あとね、レトロソングも好きです。聖子ちゃん、聖子ちゃんさん、聖子さんの曲が好きです。スイートメモリーズが好きです。ダッチさん、ポストでおすすめバンド返信してます、聞いてみてね。あ、いつも送ってくださってるの見てますよ。カッチャーさん、はじめまして。はじめまして、こんばんは。重機研究生の奥本かえりです。お、奈良さん、くまさんはありがとうございます。くまさん、ギフト、ギガじゃない、いい、危ない危ない。ムーンストーンさん、LJK でしたっけ？そうです。LJK です。シルリンさん、面白い。ハラがやってくるまで、あれだ。今、シャウトを表現してくれてるのか。ハッピーさん、おしゃべり会会議ちゃんだけ申し込みしてるよ。え、嬉しい！ありがとうございます。え、めっちゃ嬉しい。話しましょうね、また。サチヘイさん、クマタワー。そうだ、クマタワーだ。クマギガってなんだ。江川さん、ジャメロクワイはジャズ寄りです。あ、そうなんだ。でも多分紹介してた気がする、カイリからプレイリストで、ね、ジャメロクワイさんを。カイリちゃん、おでこ出しの髪型も見たいな。確かにまだ X でしかやったことないですよね。かき上げみたいな持ってた気がする。え、長崎県民さん、キャッチフレーズにもぬ入れてほしい。どこに入れるんだ？じゃじゃーん、ぬ。お、こじるさん、ちなみにエフェクター何使ってんの？エフェクターいっぱいあって買いたいんですけど、なかなか何を買えばいいか分かんないなってところでずっと止まってるんですよ。結構メタルとかロックとかが好きなので、なんか原因って言うんでしたっけ、そういうなんかブワーンっていうのが好きなので、音的にはそういうの買いたいなと思ってるんですけど、いろいろねあって何買おうと思ってます。教えてほしいです。お、タックさん、タッピング難しいけどかっこいいですね。かっこいいですよ、できたらかっこいい。でもなんかめっちゃ左手が見つかります。私ずっとこう話したり つけたりしてるので。ゆうとさん、これ見たらピース。紳士の羊さん、春が来るまでのシャウトはチャレンジャーすぎる。だいぶね、音楽の雰囲気変わりすぎてびっくりする。タックさん、自分はフェンダーのストラト使ってます。フェンダーいいな、フェンダー買いたい。ちょっと高かった気がする。自分でもうちょっとね、お金を貯めていっぱい買いたいです。タックさん、ジャズロックもいいよ。うん、聞きたい。ジロータさん、初見です。こんばんは、来てくださってありがとうございます。中級危険形成の奥本かえり。リフトーション、お、リフトーションだ。ハマーさん、メタル好きなの押せるわ。嬉しい。ふみさん、じゃじゃーん、ぬって言われたら笑ってしまいそう。今確かにこの配信見ていただいてる方にぬって言ったら絶対何のことかわかるかも。あ、最後にうちらがぬ言うか、え、いいかもしれない。それも新しいコールかな。
死なないですね。ファンカさん、ヒップホップとかは、ヒップホップ、ランディ MC さんとかも好きです。エミネムさんも、スウェーブ奏法って何ですか。ただちさんが書いてくれた。あんたさん、こんばんは。そう、なんか最近メタルの音楽をまた探してたんですけど、江戸街って方が出てきて、なんか確かハマった気がする。曲名はね忘れちゃったんですけど、江戸街さん。しほさん、アイドルソングしかピンとこなかったから、帰りからプレイリストめっちゃ勉強になってるよ。え、嬉しいです。シュルちゃんさん、今日はスマホ代あるの忘れました。なのでガムテープの穴にはめて今やってます。お金貯まってますか、小次郎さん。じゃあ私が聞いてみたんだけど、小次郎さん、お金貯まってますか。無駄遣いはしなさそうだね。結構貯める方が好きです、現実だと。ぬこと岡本会です。長崎県民さん、せーのじゃじゃんじゃ物足りないのね。せーのじゃじゃーん、ぬぬ。かなちゅうさん、はじめまして、こんばんは。 AKB48 受験期研究。かいちゃんがよく買うものはありますか。買うもの、あんまポーションぐらい。ゲームの話になっちゃうけど、あんまね実際に買うことがなくて。あれ、どうしよう、すみません、あ、なんか今カラオケってところに指当たっちゃって。カラオケってどうやって、はい、これなんかカラオケ配信ってスマホから音源が流れるんですか。あきたんさん、こんばんは。タックさん、ギター30年やってますが未だに早弾きできないです。早弾き難しそうですもん。私も全然ですよ、ギターソロとか難しいやつ来た時、もうリズム感がつかめなくて。本当にさくやさん初見です、こんばんは。受験期研究生の岡本海里です。ゆうきさん、この前のスマホにまつわるエピソードの MC は不意でマジで面白かった。なんか話そうかなみたいな思ってて振ってみたんですけど、自分で話してて何言ってるのか分かんなくなってて、私自身も。マドベインシンブルエンジさん、会長フォローします、ありがとうございます。おーちゃんさん、かりんちゃん鼻歌よく歌って、そう、鼻歌じゃなくてもう言っちゃってます。私家でめっちゃ立てます、大きい声で。それこそ昨日の夜とか腹が来るまで大声で立てました。なんかこの普通な配信でアカペラとかしたら嫌ですか。
タカさん、山本さんです。嬉しい。私もさや姉さんっていう方に言われる方に おっちゃん、かりちゃんの笑がつば浅い。私浅いのかな、どうなんだろう、浅いかもしれないです。なんか何気に笑ってる、いつも。お、かずやさん、アカペラ大好物です。え、優しい、みんな。ネモさん、はじめまして。19期研究生の久本かえりです。ハークさん、エクソジャパンさんのクレナイとか歌ってほしいので、クレナイをギターで挑戦してみたんですけど、イントロが難しくて。でもね、めっちゃギターの音が好きで。なんかいつも春が来るまで歌うときに、最初の白くうつも歌ってあるんですけど、音程がたまに分かんなくなっちゃうんですね。どっちだっけみたいな。いつもなんかサビとかよりも一番ここが不安なんですよ、実は。お、江川さん、スピッツの歌とかすごく性質だと思う。嬉しい。スピッツさんも好きです。ロビンソンとか。ショームルームはカラオケ AK24 が道のグラムとかしか歌えないの残念。でもその中でもいい曲はたくさんあるので、いっぱい歌いたいなって。てか今日20時までって決めたけど、もう絶対足りない。あ、まさまみさん、何時まで配信する。今日はね、前回時間決めなくて、なかなか優柔不断が出て終われなかったので、20時までって決めたんですけど、終わりたくなくなってきました。この前ね、すごい本当に演奏しまくってるね。ダンジョン読みをしてから何十分も過ぎたんです、確か。あれですね、1時間長いようで全然足りない、本当に。なんか歌いたいな。ヨモさん、カエちゃん天然ですか。え、なんかメンバーにも、かに天然だよねって言われるんですけど、天然じゃないんですよ、絶対に。でもほんとね、ダンジョンって言っちゃうんですよ、ゲームのやりすぎかな、わかんないけど。でもいつも皆さんがコメントいっぱいたくさんしてくれるので、本当に嬉しくて読んでます。
ホラさん RPG の影響かな。ダフン、そうです、ダンジョンから脱出せよみたいな、なんか雰囲気も似てますしね、言葉の。言うとあと5分しかないかも、やばいやばい、やばしやばし。ホマさん、本物の天然は自覚がない。自覚とか言えばいい、本当に天然じゃないですよ。 Not 天然。天然、英語でなんだろう、アマゾンの。お、カラオケ機能はイヤホンマイク必要だよ。教えてくださってありがとうございます。そうなんだ。ない。ちょっとどうしようか。マイク。じゃあ今日。アカペラちょっとしてみて。お、何にしよっかな。そうなんだ、有線イヤホン必要なんですね。なんかアカペラしますって言ってアカペラ恥ずかしくなってきた。ちゃんとね、持ってきます、台も連れて。オーガニック会議笑顔さん、アマゾンだと確かに大自然原からさん、いつかカエルちゃんにお手紙書かせていただきます。そうだ、お手紙だ。いつも公演あった時にもらうんですけど、なんかもう本当に嬉しくて何回も読みまくってます。私かりんちゃんのこのことが好きだよみたいな書いてくれてる方がいっぱいいて、やっぱね、レッスンとかなかなかダンスが成長できないなと思って、すごくね悩んじゃう時があったんですけど、本当にそういう皆さんの手紙とか、いつもこうやってコメントを読ませていただいて本当に嬉しくて、ありがとうございます。吉高さん、いつも字来てなくて、じゃあそう思われたら字なんか気にしてないですよ、全然大丈夫です。まずそもそもね、手紙をくださること自体とかコメントしてくださること自体が本当に嬉しいので、テンション上げです。合ってるかな、使い方。テンション上げ上げ上げ。あ、365インチの紙飛行機いいですよね。人生は紙飛行機。でもここめっちゃ好きなんです私、もうメロディーちょっと延長したいぞダンジョン、今日はね壇上って、いや今日は全然ない、次以降はここは絶対噛みたくないですね、噛みません私は。あと1分だお、1分だとか言いながら私絶対延長する気満々かもしれない。じゃあ5 minutes。いいかも。じゃあ楽しいな配信急にいつも楽しくて
カラオケもね、ちゃんとやりたいな。イヤホン連れてこないと。白く積もった夕べの雪の跡って。アカペラ今やってみようと思ったんですけど、めちゃ恥ずかしいかもしれない。顔隠して歌おうかな。4時間って早い。あ、カラオケの壇上に入るにはパーティーにイヤホンが必要です。うまいな、めっちゃうまいわ。そうそう、シンシンの羊さん、え、昨日も家で歌ってたの。めっちゃ歌ってました。あ、家で歌ってたのにか。家は歌えません。めっちゃ、ただ私歌えないけど、できないのにめ、あのデスボ野郎としてむせてましたよ、一人で。あとの遠回り、好きだと言い出せない、あなたのことを考えるその度に、死の木陰に続いてく、私さえ切なくて、春がやってくるまで消えないで、隠したこの愛しさ。ここ好き。春がやってくるまで消えないで、うん、てて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 、過去より美しくな。ここの振りも好きなんですよ。このやってはみたいな。はあとの遠回り、好きだと言い出せない。ここもいい。ビメラがめっちゃ好きで、2番も。どこかで会えるかな、サザンカの咲く道でも。どこかで会えるかなって歌詞めっちゃ可愛い。あ、あなたのことを、歌詞書いてくれて優しい。考えるその、考えるその度に、あ、延長ですか。でもね、早く終わらないといけない、いけぬ。あ、早く終わらないといけぬ。風はまだまだ頬には冷たくて、いつもこの低音聞こえてるかなって不安なんですよ。低音が苦手で、歌で。頬には、ほうほう、あれ、ちょっとやばいかも、早く終わらないと。え、なんか今左の画面上に継続中って出た。なんだろう、タイムカウントダウン始まったから、なんか終わる、強制的に終わらされるのかと思った。びっくりした。だからそれ今すごいビビってて、あ、これなんか何、早く終わらないと強制的に終わりますよボタンですよかと思って、めっちゃ早く終わんないとみたいになっちゃったんですけど、あと6分やらせてください。おしのすけさん、ただいま戻りました。まだやっててよかった。どこまで歌ったっけ。風はまだまだ頬に冷たくてか、ことの襟かけマフラー巻き直した。あ、ミラーボールの時間。あ、それだ。ふりさん、ありがとうございます。本当全然もう、鈍感すぎて分からなかった。ありがとうございます。
あれ、一旦落ち着かないと。あ、また出た。あ、そう、送ってくださってる。ミラボール、ありがとうございます。道の木陰に続いてく、あだちさえ切なくて。ここのね、ゆきたさんが歌ってるのが本当に好きで、こうね、一緒に前回も出演させていただいたんですけど、こうやるときに目が合って、あ、歌うまい、かわいい、すごいと思ってました。春がやってくるまで、まで消えないで、隠したこの愛しさ、隠したこの愛しさで私がこうやるんですけど、ここの振りもなんか好きなんですよ。どこかで会えるかな、サザンカの咲く道で、私はきっとわざとぶっきらぼうに軽くおはようって言うでしょう。微笑みで告白できるなら楽なのに。ことわざ、歌詞間違えちゃったか。ね、今のビーメロもいいですよね。わかります。歌大好きで、本当に初めて何でも歌ったけど楽しい。あー、20時10分までありますって言わなきゃよかった。もっとやりたいよ。楽しい、本当に。お、帰りの考えでずっと春が来てるよ。春をお届けします。春かな、これは。ただれんの曲以外で、うん、間違えた。ただいま連中公演の春が来るまで以外で、なんか歌ってほしい曲とかってあったりするんですか？それもね、あったら今度歌、カラオケやろうってちょっとメモを入れます。お、春どこで気をつけてることとかある？かずえさん、ありがとうございます。春、振りのことになっちゃうんですけど、丁寧に踊ろうとしてます。はっ、はっ、こことか、なんかね、おしとやかにやらないと。激しい曲ではないので。ただで見えてる気分の神。愛してる、ここも好きなんですよ。めっちゃかわいい。一曲目があるってすごい。エビバーリー愛してる、いつもハートあげてるんですよ。春がやってくるまでの、ま、あ、春が来るまでで、サビの、春がやってくるまのとこって、なんか裏声か地声かっていつも迷っちゃうんですよ、歌ってて。あ、どっちにしようみたいな。あ、なんて素敵な、なんて素敵な、なんて素敵な世界に、生まれたのだろう。ここのメロディー好き。かりちゃんのジュンクレももちろん見てみたいな。ジュンクレね、いい、好き好きです。私もあの曲難しいダンスがもともとだからね、メイメイとかわゆとサリが踊ってるジュンクレがかっこよくて好きなんです。ちょっとね、歌詞が分かんないんですけど、
メロディーが好きです。雨が降らない街に、にだっけ、ふふふふふ、夏は雨し、じゃ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 、かわいい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 、おもろ言ってくれてる。君が教えてくれた何がなかいちゃんのパートの大ファンです。嬉しい。どこだ、あそこか、ここか、ここだ。タクシーのようにたたたたきはなでなんで、誘いましょうか。そうだ、浜さんありがとう。ジュンクエはコールするのも楽しいよ。コールね、聞いてたら楽しいです。あ、今コール楽しそうだなみたいな。ジュンがいいのクレーシェンド、ペイントも好きです。ジュンクエになったの。小池のセリフできる。小池は覚えられてなかったです。もう全然。いとももちゃんがねセリフやっててすごい難しそうで、すごいなと思ってました。小池心配し、なんだっけ、心配しろよだっけ優しい言葉にもかけろだっけ、なんかあったよね。君が教えてくれたね、いいですね歌詞が。何も変わらない気持ち、少しの間微笑み、最後に手を振り、メロディーと歌詞がめっちゃ合ってる。あ、かいちゃん延長やばいです。私めっちゃ延長しまくってるあ、みんちゃんマジで言ってもありがとうございます。延長しまくり人間です私は かいちゃんは小池とかを置いておいてエンドレスで外遊が食べてそう。え、多分そうか、そういう本当にそういうシーンがあった。私もういいや、外遊食べようみたいなやってるときに歌詞も大事だと思うんですけど、もちろんねメロディーをなんか聞いちゃうんですよ先に。メロディーいつも聞いちゃって、イントロのメロディーで、あーこの曲好きだみたいな決めてます。え、カラオケでも延長しまくりそう。もう歌いまくって逆に延長してることに気づかないかもしれない。ビンゴも好きです。私は、私は一人です。そうだ、小池のセリフ。かえちゃん音楽できるタイプなの？私どうだろう、日によるけど、本当になんかマージでお腹空いてる時はめっちゃ食べてます。ご飯4杯3杯 ありました。でもなんか食べなかったりする日が続くと胃が小さくなるんですね。あんま羊さん、僕もメロディーから好きになることが多い。わかります、ツンツンカラオケボックスに延長するタイプ。カラオケその日選んだ時間帯にもよるけど、基本え、なんだろう、時と場合かもしれない。でも基本はなぜか延長しないです。帰ろうみたいな。なんだっけな、言いたいことがあったんだよ。そうだ、ひまわりが好きで、音楽の
僕の太陽公園でね。サバッチさん、カンちゃんとカラオケしたら楽しそう。え、カンちゃんに嬉しい。しかもカラオケしたら楽しそう。え、めっちゃはぁーみたいな。一回メタル、好きなメタルの曲を、なんだっけな、メタルかな、違うわ、恋のメガロバっていう曲があって、それを挑戦してみたんですね。一回も歌ったことないのに、ただ好きだけでやってみようと思ったんですけど、もうダメでした、喉が。気づいてかな、振り見るか見ないかいつも迷ってる。あ、じゃあそう、なんか気づいてくれたならいいのにねってあるじゃないですか。こういう時に指を見るのか、その先にいるお客様を、ファンの方々を見るのかっていう、福田さん、ホルモンか、そうです、ホルモンさんです。恋の目柄場キャッチなので好きです。細かく写真家が踊れるの、もうね、公園で やらせていただいたんですけど、本当に難しくて、もう恋を積んだ、君に積んだ、さっきの視線で分かった、だった、君だと思う。あ、お茶さん、チャラを見てこの時見ます。教えてくださってありがとうございます。ヌンストーンさん、カラオケで歌えるのは48グループ、46グループイコール系ずんだずんだに聞こえる、すんだうん、わかんない感じだ、つんだですね。モロクさん、つんだの意味教えてください。つんだ、つみです。あ、なんか終わったみたいな、終わった。福田さん、名古屋で何食べるのか決めた。え、な、決めてなくて、名古屋の名物って何ですか。めっちゃ美味しいものいっぱいって聞きます。でもカレンちゃん、めっちゃ客席方向に目合わせてるよね。そう、見るの好きで楽しいから、でもなんか見すぎて嫌じゃないかなって内心思ってます。なんか身が、私が見ていいのかなみたいな、ちょっと不安でした。最初は迷ってます。恋ずんだった、恋はずんだ、僕はずんだずんだ、おる、さっきの視線でずんだ、ずんだ、ずんだ餅食べたい。さっきの視線で分かった、ずんだ。お、名古屋でひつまぶし食べるって、ゆききさん、ひつまぶしだ。え、私もひつまぶし食べたい。味噌カツ、味噌煮込みうどん、めっちゃ美味しそうなのいっぱいある。え、味噌カツ取りたい。カツ、仙台ずんだシェイクが美味しかった。ずんだシェイク飲んだことない、飲みたいな。え、たくさん目合った時に笑えるように変顔する計画考えてる、ゆうきさん。え、面白い。え、ちょっと気になるかもしれない、それは。それこそビンゴとか言ってる時にやられたらめっちゃ私爆笑するかも。はぁはぁって。ピオリン、お、ピオリンってスイーツが
壊れやすくて壊れないように持って帰る。ピオリンチャレンジがあるよ。へえー。何それ、めっちゃ気になる。コモラップさん、カフェでいつも何飲みますか。カフェに、なんだろう、なんか結構、ほら、ハラペチーノはそこだけか。なんかシェイクとかそういうのが好きです。冷たいのが。甘いのが好きなのでね。でもやっぱ夏はさっぱりしたい時もあるので、柑橘系の冷たいシェイクとかも頼むことが増えました、最近は。名古屋、美味しそうなのいっぱいある。小倉トーストラングドシャ。もう買うものいっぱい増えていっちゃうよ。お、名古屋はウイローも有名。え、なんか、いろいろありますね。あ、こじるさん、アサイボールとか食べる。あんま食べたことなくて、食べたいなって最近思ってます。めっちゃ美味しそう、紫で、色が。フルーツとかめっちゃ好きで。グラノーラ入ってたっけ？入ってないか。お、しのすけさん。名古屋は夜公演来ます。ぜひ。お待ちしてます。なぜか赤服も買えることで知られる名古屋。赤服。赤服。めっちゃ汗かいてきた。つい。ちょっとね、壇上読みします。するって言って今度読まなかったので。フルーツ何が好き。え、マンゴーとかにすること。あ、壇上読み、壇上読みしないと。どこだっけ、どこだ、これだ。あ、違う、見ます。13位しんのすけさんです。ありがとうございます。12位は長崎県民さんです。ありがとうございます。11位は隼人さんです。ありがとうございます。10位はガンチャンヨッシーさんです。ありがとうございます。9位ふみさん、ありがとうございます。8位はおーちゃんさんです。ありがとうございます。ハート全然見て。7位はアルマサトリアさんです。ありがとうございます。6位はヤマちゃんさん、お、ありがとうございます。5位、ジルリンさんです。ありがとうございます。ピース。4位は紳士の羊さんです。ありがとうございます。3位来ました。ブル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 。じゃん、ヨキピさんです。ヨキピース、ありがとうございます。2位はビビビビさんです。ビビビビさんだ、ありがとうございます。1位、ナンバーワン、じゃーん、ナラムさんです。ありがとうございます。ナラムさん、今日はあのタワーとか ギガじゃないわ、ギフトを読めた気がするね。合ってたかわかんないけど。パチ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 、なんかやってない気がする。し、少しタイムだ。そうだそうだ、教えてくれた。どうしようかな、どうしようかな。ちょっととりあえずこれは何のポーズかわかりますかね。最初の頃にやっていた私が。スイキンパン、ひじぶつけた、痛い、イエー。全然スイキンこんな技しないですけどね。お、やっぱり政権。おもろい。
どんなポーズすればいいのかいつも分からなくなっちゃう。とりあえずポニーテール持つ。ああ、炎上しまくったけど、たくさん見てくださってありがとうございました。ゆきろんさん、初見です、こんばんは。受験期研究生の久保田香里です。よし、終わります。ありがとうございました。楽しかった。片手ハートかわいい。はい片手ハート。めっちゃね、熱くて顔が赤いかも。いや、ほんと楽しかったです。めっちゃね、急にアカペラしたのに聞いてくださって嬉しかった。ありがとうございました。お、愛してるだ、嬉しい。私も皆さんのこと愛してます。ラブ、ありがとうございます。バイバイ。どこだ、ここだ。またちゃんとね、台を連れてくるんで、きっと大丈夫です